皆様こんにちは。東京都知事の小池百合子でございます。東京には100年以上続く老舗と言われる企業が3000社以上もあること、ご存知でしたでしょうか。四季の移ろいを味覚と視覚で届ける和菓子屋さん、ガラス加工の切り子や染め物の工房、寿司、そばなど江戸前の味を今に伝える料理店、それぞれに江戸から代々受け継がれてきた独自の技とノウハウが東京の至るところに息づいております。こうした老舗の名品や匠の技はまさにキラリと光る宝物。東京には数えきれないくらいたくさんの宝物がありますが、その魅力を国内外のもっと多くの人々に知ってもらいたい、ファンになってもらいたい、そんな思いで私は江戸東京キラリプロジェクトを立ち上げました。江戸時代から続く優れた伝統に磨きをかけて現代のスタイルに進化させることで、その用途が広がりました。いわばオールドミーツニュー、これは東京東京という東京のブランドイメージを作るキャンペーンの中で使うキャッチフレーズなんですが、まさしく伝統と革新が織りなす新しい東京の姿がキラリプロジェクトを通じて次々と生まれようとしております。さて、いよいよ東京2020大会、オリンピックパラリンピックが目前となりました。この最高の舞台に伝統的でありながら新しい工芸、食、サービスで世界中からお客様をお迎えしたいと思います。海外のスーパーブランドにも負けない品質や美しさ、歴史が東京の宝物にはあります。日本の皆様にも東京のあちこちで宝物に触れて、ぜひ生活の中に取り入れてみてください。ご入手され皆様にご評価いただくこと、それが次の宝物の作り手を育って、伝統が未来へとつながっていくものと確信しております。皆様が東京の宝物に触れてご愛用いただくことを願いまして、ご挨拶とさせていただきます。